皆さんこんばんは。この番組はヨガインストラクターでありキャリアコンサルタントでもある私池田咲が自分で自分の心と体のご機嫌を取りながらワークアズライフを実現するための考えや知恵をシェアする番組です。ご無沙汰しています。今日は、2024年11月の14日です。私のお父さんの誕生日なのに今日ハッピーバースデーってメールするの忘れました。後でします。やばいですね。昨日誕生日をプレゼント買いに行ったのに買って満足して渡すことと、あとおめでとうのメッセージを送るのを忘れていたということに今10時前になって気づきましたというところで、後で送ります。はい、今日はですね、すごく久しぶりの音声配信になると思います。ここ最近、何をしているかインスタグラムを見ていただいていると分かると思うんですけども、今ですね10月にオープンしたウェルネスハブ東京というウェルネスサロン、ヨガやピラティス、そしてヨモギ虫ヘッドショルダーセラピーなんかが受けられる、代々木上原から徒歩1分の場所にあるですねウェルネスサロンの今運営経営を、奮闘しているところであります。そう、YouTube で、DIY の様子だったりとか、音声配信ではあったんですけども、内見した時の話とか、本当に数少ないですが上げていて、あっという間に、もう11月の14日ということでオープンして1ヶ月経ちましたし、内見をした日がですね3月の30日、初めてこの物件じゃないけども他の物件を見始めたのが3月30日って、さっき音声配信を聞いててちょっと振り返ってびっくりするほどだったんですけども、なので4、5、6、7、8、9、10、11、8ヶ月経ってます。もうあっという間の8ヶ月で2024年も終わるなっていうぐらい一瞬でですね。で今日は、そんな、1ヶ月ちょっと経った所感だったり、考えることだったり、そんなことをお話ししていければなと思っています。何から話しますかね。皆さん何が気になるかな。じゃあまず、そもそも、サロンオープンして、成功、何をもって成功かわからないですけども、成功してるかしてないかみたいなところで言うと、これは、そうですね、結局何を基準に成功というふうに言うかなので、ある一面を見れば成功だし、ある一面を見れば失敗だし、みたいな感じで難しいんですが、そうですね。何を知りたいかな。じゃあ、集客の部分で、うまくいってるかどうかっていうことですね。これに関しては、本当に難しいなって思ってます。集客、本当に難しい。というのも、私、本当にここで、レッスンしたことないんですよ。代々木上原周辺で。渋谷ですらほとんどしたことないですし、ね、下北でもやったことないし、代々木上原でもやったことなくて、一回だけね、レンタルスペース借りて、マンツーマンのクラスを一日だけやるみたいなことをやりましたけども、代々木公園でもレッスンしたことないしっていうところで、本当に新しい地で、レッスン、というかサロンをオープンしたっていうところで言うと、私のこのクラスにずっと通ってくださってる方がいるわけでもないし、で今回ご縁があって10人ウェルネスハブ東京にヨガインストラクター、ピラティスインストラクターの方が入ってくださってるんですけども、その方々も誰一人として代々木上原ではレッスンしてないんですよ。という意味では予想してた通りで難しいなっていうのは、心から思ってます。ただこれもですね予想内ではあったので、そんなにすごくどうしようどうしようって毎日焦ってるっていうほどのことではないかなっていうのが素直なところです。そうですね。こんなこと言うとね、最初から集客できない、オーナーである私が責任感がないっていうふうに思う人もいるのかもしれないけども、そんなにね、焦って集客をする必要性もそんなに感じてはなくて、もちろんいろいろやってるんですよ。Google マップに口コミ書いていただいて、それでなるべく多くの方に目触れてほしいとか、インスタグラムの広告やったり、ポスティングを業者に依頼して、チラシを撒いたりとか、いろんなことはもちろんしてるんですけども、それでも、こんなにね、ドドッとこう人が
満員になるぐらいな集客ができてないっていうことに対して、そんなに焦りを感じてはいません。うん。そうですね。焦り感じない理由としては、まあ、さっき言った通り、まあ、そもそも認知されてないっていうところで、すぐにはお客さんがね、集まるはずがないっていうのが当たり前のところで分かっているのと、あと、焦らない理由の、まあ、その要素としては、そんなにですね、私が、ここで何が何でも稼がなきゃいけなくて、何が何でも儲けを出さなきゃいけないんだっていう、そういう感じでやってないっていうのはすごい大きいなと思います。これは別に悪い意味じゃなくて、本当に私がいろんな仕事をやっていて、もちろん、24時間あるうちに、こんな仕事をしてない時って本当このサロンのことしか考えてないぐらい自分の時間だったりとか意識が全部こっちに向いてるので本気でやってるっていうのはあるんですけども、他の仕事も並行してやっているところから、そんなにですね週、お金の面でガツ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 しなきゃいけないっていう追い込まれるような状況じゃないっていうのはとっても私の中では心穏やかにできる理由かなと思っています。前どこかでもお話ししたと思うんですけど、この副業の始め方みたいなところでもう言っていたと思ってて、そのお金をしっかり稼げる仕事とチャレンジしたい仕事を分ける方が、こう副業を軌道に乗らせるためにいいんじゃないかみたいな話をなんかどっかでしたような気がしなくもないんですけども、それと一緒で別にこのサロンが私は副業だなんていうふうには思ってないけども、その収入源っていうのをこう分散させていることで必要なところに必要なお金を流せるっていうのはすごい大きいと思っています、ね、中にはね多分 100% その収入面も含めて振り切った方がなんかこうなんだろうなエンジンかかって頑張れるみたいな人もいると思うんですけども、私の感覚的にはそっちよりも心の安定っていうところで、もちろんお金はどちらでも稼げるようにはなった方がいいと思うけども、自分のこのなんていうんですかポートフォリオというか自分のいろんな仕事の中の一つにそこでお金を稼いでそこでしか消費しちゃいけないっていうふうに考えてないので、3つの働き口があったらその3つの中でそれぞれに必要なお金をそこから捻出するみたいな動きでいいのかなというふうに思っています。なんかお金の話になってきちゃいましたけども、別にそれだけじゃなくてこの安心してできてるっていう理由の一つもう一つ挙げるとしたら、そもそも私のこのサロンに入ってくれてる先生たちが、とってもですねもう本当に私が心から皆さんのレッスンが素晴らしいっていうふうに思っている方々なんですね。まあ、素晴らしい反面、その点、なんかこう自分のクラスがそもそも、今後も開催していっていいんだろうかって思うほど、皆さんのクラスが本当素晴らしいんですよ。なんかもう私のクラスの枠全部潰して、もう皆さんの他のね、先生の枠を作った方が、お客さんにとっていいんじゃないかな、みたいな風に思ったりもして、まだそこがね、革新的に思えてないから、まだもちろん私もレッスンしてるんですけども、もしね、本当に、あ、もう私のレッスンはいらないな、みたいな風に思ってしまうことがあったら、私はきっと、もうヨガインストラクターを辞める日が来るというか、辞めるべきなんじゃないかなっていう風に思う日が来るんだろうなと思っています。そう、またちょっとね、話が、なんか特に台本なく喋ってるから、どんどんずれていくんだけども、私がなんか今までいろんな仕事してきて思ってたのも、なんか私もここにいる必要ないなって思ったら、割とさらっと辞めるっていう決断をしてきたんですね。ここにいて、なんか自分がいるから貢献できることがあるっていうふうに少しでも思えればそこで奮闘するべきだけども、いなくてもいいっていうふうに感じるようになったら、私はどんなに条件が良かろうが、なんだろうが、身を引くっていうことがすごく大切だなっていうふうに思っている人なので、まあそういう意味では、エゴですよね。そのね、自分が先生やりたいっていうエゴのまま、ただ他の先生の方が圧倒的にいいクラスをしていて、もしかしたら私の枠じゃなくて他の先生に譲った方が幸せになる人が多いっていう風に感じるようになった時に、でも私は先生やってたいからっていう風にそこにこうポジションをずっと持ち続けるんじゃなくて、その時はもう引くべきなのかななんていう風に思うので、そういう意味で今は。まだそこには至ってないけども、まあ、それぐらいいい先生が集まってるよっていうことが伝えたかったんですけども、まあ、それが、焦らない理由の一つですね。先生たちが本当に素晴らしいから、まあ、認知されてないがゆえにお客さんが、
ね、入らないレッスンももちろんあるし、入っても一人二人の日もあるし、まあもちろん満員になったクラスもこの前できたりとかして、徐々にこう人が集まってる感じはあるけども、ね、ずっとずっとこう、もうキャンセル待ちですみたいなわけじゃないので、まあそういう意味では、ちょっとね、せっかく能力があってやる気のある先生たちのクラスを潰してしまっているっていうのは申し訳ないんですけども、時間が経てば人に知られていって、さらにいいクラスを提供しているっていうところで、自信を持って、お客さんが集まっていくんだろうなっていうふうに感じています。そう、なのでそんなに焦ってないよって話があったんですけども、あと、この1ヶ月オープンしてみて感じることは、本当にですね、思い通りにいかないことだらけだっていうことです。そう、小さなことでもないんですけども、くだらないことから言うと、予約システムをね、オープンしたった3週間で、もうシステム解約して新しいもの切り替えるみたいなことしたりとか、なんかいろんな設備だったりも、自分が、こう思い描いているような設備にならなかったりとかして、ちょこちょこいろんなもの買い足したりとか、いろいろやっぱりあるんですね。あとは初めて私もチームというか人と働くっていうことを初めてぐらいでやってるんじゃないですかね。なんか今まで副室乗務員やってた時って一番下っ端で、しかもね、1日2日一緒に働くだけでもその後一生会いませんっていうようなチームでやってたから、そんなにチーム意識って一瞬芽生えてはいるけども、そんな長期的に考えてはなかったりとか、ね、次の、仕事もキャリアアドバイザーやってたけども、その時もですね、別にリーダーやってたわけでもなく、なんか一営業マンプレイヤーでやってたので、まあチームってもちろんあったけども、まああくまでやっぱり自分のことを一番最初に考えてやっていた、まあ少し未熟だったなとも思うんですけども、まあそういう働き方してたし、それで次の会社行っても、まあ人事やってた時期もありますけども、そこでも別にチームっていうものがなかったんですね。人事は私一人だったし、他の仕事プロジェクトやってても、インド人の人たち、会ったこともないインド人の人たちとチーム組んでやってたりとか、そんな感じでやってて、なんか自分がこう部下を抱えてることもないし、同僚のなんとかチームみたいな感じでチーム編成を決められて仕事してたこともないので、割となんかこう単独プレイヤーみたいな感じでやってたんですよ。で、そこからフリーランスになって、もう完全業務委託だったので、全部の仕事が、まあ、一応チームメンバーみたいに入ってるけども、やっぱりどこかで自分は業務委託だっていうところで、なんかこう切り分けて考えてる部分もあって、32歳3歳になるまでチームっていうものを多分ほぼほぼ持ったことがなくって、なんかそこが私の弱点でもあるなっていうふうには薄々感じてたんですね。で、今回そのサロンをオープンした時に、運よくですね、運よくというか本当にご縁があって、10人の方に入っていただいて、まあもちろん曜日がみんな違うし、担当してる枠っていうのがもうこの店舗に一人が担当してたら他の人はもうその時間担当できないので、基本的になんか一緒に働くみたいなことはほぼほぼ起こり得ないんですけども、それでもなんだかんだ毎日のように LINE が、まあ私がね、一方的にいろんな情報を流すから、皆さんは優しいから返対応してくれてるんですけども、毎日のようになんかこうやり取りしてて、そうですね、まあそこもあくまでも業務委託だけども、なんかチームみたいな風になってるっていう感覚はあって、まあでもね、まだまだ1ヶ月っていう短い期間でお互いのことも知らないこと多いし、チームとしては全然まだまだ弱いとは思うんだけども、これからそのチームがどんどん強くなって、サロンのレッスンだけじゃなくて何かいろんなことができてきたら面白いんだろうな、なんていう風に感じています。そうで、あと面白いのが、ヨガの先生って本当に多種多様というか、なんていうのかな、例えばキャリアアドバイザーやってる時にもチームみたいなのがあったけども、やっぱりある程度バックグラウンド似てるとか、まあ、ちょっとねキャリア違ったとしても、なんかこう思考が似てるとか、なんかこう共通点多い感じあるんですよね。もちろんそこの会社ベンチャーだったから、そのベンチャーにぴったり合うような人材を採用されてるから、そんなにこうギャップっていうのを感じないんだけども、やっぱりヨガの先生ってヨガしか共通項がなくて、それ以外って本当に自由で、
今まで歩んできたキャリアも違うし、性格も違うし、考え方も違うし、このなんだろうな、話すペースとか本当にそういう細かいところから全部違うんですよね。なのでそういうメンバーとチームを組むって面白いなって思うし、逆に難しいなって思うこともあったりとか、やっぱ年齢も全然違うし、まあね、全然というほどじゃないけども離れてる人もいるし、そうなのでやっぱりこうコミュニケーションのなんだろうな、精度みたいなところは意識的に上げていかないと結構ミスコミュニケーション生まれやすいな、なんていうふうにも思っています。何の話をしてたんでしたっけ。ウェルネスパートナーの人が、まあ、すごい面白いというか、いい人が集まってくれて最高だっていう話に加えて、まあ、その メンバーっていうのが、ある意味でバラバラだからこそ、そのコミュニケーションを取るっていうことの難しさを感じているっていうのが、まあ、正直なところではあるんですけども、まあ、簡単にまとめると、本当にサロンオープンして面白い、良かったな、楽しいなっていうことの方が圧倒的に多いです。そのうまくいってないところの方がもしかしたらいっぱいあるんだけども、なんか全部が学びだなっていうふうに思えています。そう、もともとね、この私サロンをオープンするのも、なんかこう儲けたいとか、こうしたいとか、人気になりたいとか、そこから始まってなくて、割となんか自分の届けたい人にヨガを届ける手段が、まあ、これだったし、そもそもこのサロンをゼロからオープンして、自分の中で全部コンセプトから事業計画書からで助成金獲得したりとかで先生採用してっていう、そのプロセスをやってみたかったっていうだけなんですよね。だけっていうのはちょっと語弊があるけども、それをやりたいっていうのがすごい先行してたから、今その結果、この点で見た時の結果が何であれ、私にとっては全部が学びで、全部が面白さにつながっていて、うん、この後ね、まだまだこう転落していくような、もう転落するほどの上り上がってない、上がってないというか、右肩上がりに上がってるわけじゃないから転落しようがないんだけども、今後もね、いろんななんかトラブルだったりハプニングが起きるとは思うんですよ。でも全部がなんか笑えるぐらい、あの時面白かったねって、あの時のあの状態すごいもうカオスだったねみたいなのを笑い合えるような、そんな感じでずっと、いろんなものを乗り越えていきたいなと思っていますね。なんかすごい早口でいろいろ喋ってますけども、まあ、そんな感じです。本当にサロンオープンして大変なことも多いし、うん、学びも多いし面白さも多いしっていう感じで、うん、もうこれ本当にチャレンジした人しかわからない大変さ、面白さだなって思ってるので、また新しい場所に飛び込めて本当に良かったと思います。そう、やっぱりね、こう殻に閉じこもるというか、やりたいを頭で考えるだけって本当にもったいないなって今回のこの挑戦で思ったので、次から次へとまたなんかこう頭にチャレンジしたいことが降ってきたら、もうそれ全部やろうっていうぐらい、こうポジティブに今もいられてます。本当に。でもね、このね、ポジティブでいられるのも、もういろんな人への感謝が同時にいつもいつも思うようになって、そうだな、感謝したい人もうな、名前上げ始めたらキリがないけど、そうですね。まあ、まずやっぱり、私の夫かな。なんかね、本当に、っていうことを、もう私すっぽかして、いろんなことやっちゃってるんですけども、なんか文句も言わずに、毎日暖かく家で迎えてくれるし、美味しいご飯作ってくれるし、なんかたまにすごい疲れて帰るとお風呂のお湯が沸いてたりとか、なんかもう本当にありがとうっていうことですね。なんかね、皆さん、そう、なんか結婚してる人、女性がこうチャレンジすると、経済的にすごい頼ってて、もしかしたら生活費は旦那さんが出してくれるから自分でいろいろ挑戦できてるのかなとか、あとはこのチャレンジに対して旦那さんのサポートがあるんじゃないかとかっていうふうに思う人もいるかもしれないから、一応伝えておくと、この家の物件の契約だったりとか、あと全部のリフォーム代とか何から何まで全部自分のお金で出してますし、家賃とか生活費っていうのも基本的にうち全部折半してるので、頼ってるとこあるんですよ。頼ってるっていうのは、その、私がね、もう現金をいっぱいいっぱい出さなきゃいけない、リフォーム代何百万とか出したりとか、
備品買って何十万っていうのを、ね、支払ったりとかで結構お金が飛んでいく月があったりしたので、こう本来だったら毎月同じ額を同じ日に入れるんだけども、それを1ヶ月だけ遅らせてもらって翌月は私が入れるみたいな感じでこうずらさせていただいたみたいなことはあるんだけども、それ以外に関しては基本的にね、あの経済面では半分半分っていう感じでやらせてもらってるので、なんかね、女性だから挑戦できないみたいな風には思わないでいただければなと思っていて、私はその点で何か今後自分が挑戦していた時に、なんかそこを頼ってしまうと、それで批判されて、別にそれ頼ることはいいと思うんですよ。別に頼れるなら頼った方がいいと思ってて、でも頼らないで済むなら頼らない方が、なんかこう、自分の背中を見て、頑張ろうって思ってくれる人がより増えるのかなっていうふうに思ったので、私はそこは頼らないにしようっていうふうに決めてるんですけども、何の話でしたっけ。そう、感謝してる人は、まあ、夫が一番ですね。で、次ってこうランキングつけるのもおかしいけども、今パッと頭に浮かぶのは前の会社に勤めてた時の社長さんです。インド人の社長さんで、もう本当に人間として素敵な方だなって心から思っています。そうで、この前ね、久しぶりにお会いできて嬉しかったんですけど、まあ、そうですね、もう今日ここで感謝してる人の声、感想というかその方へのメッセージみたいな喋り出したら一生終わらなそうなので、ちょっと今日はね夫だけにしておきますけども、そうなので皆さんもね、何かチャレンジしたいこととかあったら言い訳せず頑張りましょうっていう感じで、私もこれからまだまだチャレンジが続きますけども頑張っていきたいと思います。はい、ということで、何にも台本なく喋ってるのできっとよくわからない音声配信になりましたけども、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。ではまたどこかでお会いしましょう。お会いというか、また配信します。ありがとうございます。